ラスメイヤーは、アメリカの映画監督、写真家。英語での実際の発音では、ラスマイヤー。1922年、カリフォルニア州オークランド生まれ、セックスバイオレンスの記載として鳴らす。アメリカ軍の従軍カメラマンとして、第二次世界大戦の西部戦線で撮影を行った。除隊後は、プレーボーイ氏のカメラマンとして活躍している。 映画制作者としては1950年代後半から1970年代の半ばまでが前世紀であり、エロティックかつバイオレンスにあふれている作風が多い。基本的に、巨乳イコールおっぱいの大きい女が好きで、巨乳の女優ばかりが登場し男を押しのけて、暴れまくる映画を撮った。メイヤーはポルノを中心に撮影していたが、あくまでソフトコア系で、 いわゆる本番のない作品が中心であった。撮影所システムの崩壊と映画産業の衰退で映画会社がヒットしそうなものを手当たり次第に制作していた1960年代、後半に脚光を浴びたラスメイヤーであるが、1970年代に入ってから台頭してきたハードコアポルノに押され人気も下火になった。以後は作品の質も下がったものの、 メイヤー自身はあくまで本番なしのソフトコアポルノにこだわった。巨乳へのこだわり、女性上位のストーリー、及び脚本、監督、撮影、編集、配給までをすべて個人でこなす究極の映画制作者であることなどから、メイヤーの作品はカルト的な人気を集め続けている。代表作は1968年制作のメヒョービック戦』。カナダの大自然を舞台に、 全裸でカ歩し、男女を問わずむさぼり、工場を交わす、インラン女性ビクセンを巨乳美女エリカ・ギャビンが演ずる。この作品は、ハードコアが不在だった時代に、鮮烈な印象を残した映画として知られている。2004年、肺炎に伴う合併症のため、ロサンゼルスの自宅で死去。82歳。1970年、ラスメイヤーとロジャー・イーバート。ありがとうございます。